クリスティナ・マク・ヘイルは、アメリカ・ニュージャージー州、ティーネック出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス2勝を挙げている。身長170センチメートル、体重58キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス24位、ダブルス37位。7歳からテニスを始める。 2007年から ITF のサーキット大会に出場を始める。四大大会では2009年全豪オープンで主催者、推薦選手として初出場した。2009年全米オープン1回戦で、ポロナヘルツォゴークから3,6から1で破り四大大会で、初勝利を挙げ2回戦で、マリアシャラポアに2から6、1から6で破れた。 2012年ウィンブルドンにて2011年8月の新シシティ大会では2回戦で当時世界ランキング1位のキャロライン・ウォーズニアッキを6から4、7から5で破る主君を挙げた。2011年全米オープンでは2回戦で第8シードのマリオン・バルトリを7から6、6から2で破り3回戦に進出した。3回戦でマリア・キリレンコに2から6、3から6で破れた。 2012年は、前後オープン、全仏オープン、ウィンブルドンで3回戦に進出。7月のロンドン五輪で、オリンピックに初出場した。1回戦で、アナイバノビッチに4から6、5から7で敗れた。8月20日付のランキングで、自己最高の24位を記録している。2014年3月のアビエルとメキシコテルセルで、ツアー初の決勝に進出した。決勝では、 ドミニカチブルコバに67、64、46で敗れ準優勝となった。2016年1月のホバート国際で、ハン・カオル・オサムと組んだダブルスで優勝し初の WTA タイトルを獲得した。9月のジャパン女子オープンテニスでシングルス初優勝を果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。